とつい今の感想をお寄せくださったお客様に、はい、まあ、感謝だわな、はい、そんな風に見てくださってるみたいで、はい、それはどうなの？あ、素直にありがたいです。だけど、はい、まあ、派遣店はまだ多いね。そうですね、うん、で、はい、戦うってことは大変だろ、はい、その生放送と戦うだけではなくて自分という存在をどう作り上げていくかという戦いをやらなきゃならないからね、はい、だから二重三重に戦ってるんですよ。で、俺が一つだけお前を見てるのはね、爽やかさとかなんとかいう他の感想には俺は組みしない。そういうものを求めてるわけでもない。ただ、まあ、前田取締役がいいとこは見てくれたなとは思う、うん、やはり何よりも何かをやろうとするとか違うものとか自分のものを作ろうとしてるっていうところにある種の爽快感とか、あの、果敢に挑んでる爽快感を感じてくれたっていうのはありがたいことなんだよ。はい、本当に。だけど俺はもう少しこうまた違う見方をして、そういうものも大切だけれども、お前がどう本当に苦しむかということをね、はい、ちゃんと見届けてやらないと、どう有頂天になるかは全く見たくないからね。そんなまだまだ、うん、そこへ行くという入り口のドアさえ開いてないよだと思うの。だから今お前が周りに見せなきゃなんないことはね、俺はたった一つだと思いますよ。やり続けることだよ。はい、お前は始めたばかりだよ。はい、お前の年季なんか年季と呼べるもんじゃないよ。例えば昔の年季奉公ってお足もらったって10年だよ。言っとくけど10年だけじゃないよ。小僧が12、3から年季奉公っていうと、年季奉公でこれで自分の仕事ができるようになるっていう10年の後に2年ほどお礼奉公ってするんだよ、はい、つまりこれはほとんど金銭にならない。昔はプロはそうやって育ったもんなん。それからいくと、お前は今まで与えてもらったけどやらせていただいたものをやりきったっていうものはほとんどない。はい、そう思います、うん、だから最初は叱るだけ叱ってやろう。で、どれぐらいそのそういう意味では打ちのめされたらお前の負けだし、俺も負けなんだよ。そりゃそう、叱り損なったわけだから、打ちのめされやるさめ打ちのめされるやつを叱ったってのは叱った側の失敗なんだよ。やっぱり立ち上がってくるだろうなと思うやこそだから、だからそっからの始まりで、それはよく耐えたよね。だからそっから始まったんだけど、お前はそこを超えてきて何年かやってきたと思ってたら間違いだよ。はい、つまりずっと正味叱ってたのは4年だけど、4年でこれから本当の意味で仕事ができるという入り口に立っただけだから、ドアはお前も俺も開けてないんだよ。言わんやん、俺とお前は同業者だから、俺がお前のドアを開けるっていう権利はどこにもないからね。なので最近すごく思うのは、もっともっと叱ってほしいなということを感じています。もうね、もう俺は叱るってことはあんまりないと思う。飽きたし、あれ、うん、まあ他の女が欲しい。いや、そうじゃない、もともとだって。でね、もともとだってって何、はい、なんだろうな。だけど俺はね、ものすごくお前に対しての自信があるんだよ。何があるかって言ったらね、自制心。お前と風呂に入ってね、お前がね裸でね、俺がこう露天風呂で寝ているこの顔、まあ目開けてんだよ、はい、ここをスポンポンでまたいでも、ああなんだぐらい言える自信がある。ああ、でも私もそういう自信あります。いや、それは自信とは言わない。その自信ってなんだよ。五郎さんがどんな姿をなさっても、うん、相変わらず怖がるかなっていう自信。うまいこと言うね。なんか客を取り込むね。え、先生と呼んでいい？それで突然ね、はい、やり続けてる人をここに今テーブル作ってもらった、キャプテンに。はい、俺はね、へんちょこりんな男です。あの、人にこのこと言っちゃ本人怒るかもしれないけど、ご褒美あげたくなるんだよ。つまり小野寺さん、ここへ来ないか、ちょっと今日話しませんか。北の出会いです。北の出会い。きっかけはマチコさんです。ずっと
30年以上シャコタンのマチコさんとお呼びしていて、なんだか可愛がってくれる姉さんのようだ、そのだったマチコさんがもう今や俺がじいさんになり、そっちはばあさんになり、長い付き合いですよ。私のどんな会にも顔を出してくれね、木村さん好きだよとファンでいてくれ、もうこれは他のお客様もどなたも認めになるでしょう。無理を言ったことが一つもない人ですしね、むしろ私の方の心配ばっかりしてくれる人ですよ。その人はある時リクエストしたのが小野寺雅之さんの久しぶりだね。でそれだけのご縁です。で小野寺さんが初めて来てくださった時から、先週、まあ先週はいらっしゃらなかったですよね、先々週かな、そうですね、うん、それまでチャラチャラしたおっさんだなと思ってたんですけど、で歌声が甘いっていうのは、生き方が甘いという甘いじゃないですよ、甘い歌声ってやつですね。で「久しぶりだね」っていう曲はなんかこう路上にはとても合う、もう言ってみれば里帰りのようにしっくりくる。はあはあ、マチコさんこれ存外俺と抱き合わせで不安でもあるのかなと。つまり日高五郎賞で聞く久しぶりだね小野寺雅之がマチコさんの中で一番いいんだよね、きっとここで聞きたいのね。人に知られてで、おかげさまでね、自分で言うセリフじゃないけど、その番組にこうこれがかかったらみんなにも聞いてもらえるなっていうものはね、小野寺さん、マチコさんにはなかったと思うね。私の好きな番組で私の好きな歌詞の私の好きな歌を流してくれたらどんなにいいだろうという、不安だったら誰でもが持っているし、持っていることを相手に伝えたって何にもおかしくない贅沢品の一つですよ。それ答えないわけにはいかないさ。で聞いたら、あ、いい歌じゃないかでしょ。ありがとうございます。それがこういらしてくださって私のこの軽口にどうするわけでもなく怒るわけでもなく、だんだん小野寺さん自身のね、人からもこう好きになるとね、今度は一度ステージで見てみたい、つまりホールで、当たり前のことじゃないですか。それをまた嬉しいことに今のこのチームはね、後ろにいるディレクターのライム、そして私の横に時々いるキャプテン村上、はい、まあちょっとね、お茶飲んだりトイレが近かったりするもんですから、好きな時間に好きなように抜けますけどね、私の髪の毛と同じですよ、はい、私の意図しないところでも抜けることですね、まあ、謎かけみたいなもんですかね。でも言い出してくれて、正月雪祭りとラインナップの中であなたの名前があったんです。嬉しいと思いません？あ、そうですか。いや僕は小野寺さんが嬉しいでしょって押し付けてんじゃないんですよ、彼の気遣いが嬉しいんですよ、あ、そういうことをしてくれるんですね。で、その他何にも知らないんです、ホームページがまずないですよね、だから今教えてくださいな、でマイクにもうちょっと近づいて、もう少し声出すようにしましょうか、このまあ、今急だから驚かれたでしょうけど、でも小野寺さんね、やっぱりお歌いになって、このマイクの向こうに20万人います。だからその方々に、しかも今ラジコがあるから何十万人に膨れ上がってるかわからないんですよ、そうですね、だからはっきり発信は聞こえるように、はい、分かりました。で歌い始めたのはいくつからなんですか、歌手になったのは。あ、31くらいですね、うん、もっと声出して、31歳ぐらい。それの前は、その前バンドで、アマチュアバンドです、17くらい。あ、だから歌ってらしたんだ。ずっとやってました。ということは本業として、そのまあ平べったく、いや稼いでいたお仕事は何だったの？建築業ですね、もともとは。今もですか？今やってません。え、今は歌手一本ですか？ええ、お店をやってますけど。え、あ、そうなんですか？ええ、どういう？カラオケ屋さんやってます。歌ってらっしゃる、そこで。いや、ほとんど歌わないですね。カラオケの商売は今どうですか？あんまり良くないですけども。良くない？ええ、あ、全盛期過ぎましたか？ええ、歌う方をお伝えしてやってるんですよ。自分はあんまり歌わないでしたね。うん、歌いたくて来てますから、お客さんが、はいはい、それに合わせるということです、ええ、でその中でお客さんがリクエストされたら歌うかなみたいな。なるほど、ええ、お伺いします、ズバリ、はい、今おいくつなんですか？64です。64歳ね、はい、ということはもう30年以上歌ってるわけだ。そうですね、そういうことですよね、はい、で本業の歌手となったっていう31歳そのアマチュアバンドからっていうのは、はい、あの我々の世界では、ええ歌手になったという言い方は CD あるいはレコード1枚出してからじゃないですか、ね、31の時はレコードでしたか？そうですね、あのドーナツ版、はい、ドーナツ版、
それお出しになった。そうです。どこから？ここからの歌謡選手権だったんです。 STV。 はい、ありました。そこで白尾正明さんの、はい、それで勝ち抜き戦で出ました。ここから何人勝ち抜いて1,670ですね。それで勝ち抜き戦があったんですよ。あ、毎週何人か抜くっていう方式ではない、はい、いや、1回ず何回とかやってたんですね。それ何人抜きなんです？10週ぐらいやるんですか？1,700いったと思いますよ。いや、だからその勘違いなってる。そうじゃなくて、出てくるたびに勝ち抜いていくわけでしょ。勝ち抜いて生き残っていくわけじゃない。応募があって、その中から選ばれていったんですよ。はい、それ残ったのは20人だったんですね。うん、それでこのホールでやるんです、はい、STV ホールで。それがきっかけです。それで平尾さんなんですか、じゃあきっかけは。平尾正明さんです、先生は。最初の曲は平尾さんの曲なんですか？いや、違います。あれは涙を拭いてて勝ち抜いたんです。三好哲星の。三好哲星の涙を拭いては小野寺さんが歌った？いや、違います。何、アマチュアですから、その時は。そのアマチュア、プロアマ問わずの大会で。違う違う、だからその時に歌った歌を聴いてんじゃないんです、ええ、初めて出したレコードの。あ、それはいつかお前と、ビクターからいつかお前とって P1 出しました。それが平尾さんの曲ですか？違います、違います。あ、違うんだ、ええ、違います。これ今あるだろうか。ちょっと探していただきましょう。滑舌があまりよろしくない、はっきり言ってください。いつかお前とね、はい、これね、小野寺さん、大切なことだから喋、はい、る力つけてください。はい、わかりました。うん、というのはね、歌う人は歌えればいいという今ニーズではないです、その人が喋ることによってどういう志を持ってるかとか、うん、どういう人間かって判断されて生き抜くっていう、はい、それで歌もやり続けるというのは、はい、僕はこれは失礼ですがみんなに言ってます、この歌詞も。そこでマイク外すようじゃダメだとも言ってます、はいはい、で今ちょっと探してみますね。絶対あると自信になるのは。いや、ないんじゃないですか。当時ベスト10が入ったんですよ、うん、優先放送で。はい、優先でね、その時はドーナツ版ですから、もうないと思いますよ。ないかな。で、ジョイサウンドあに入ってるんですよ。あ、北明で名前が今残ってるとしたら CD にしか残らないし、 CD に残そうと思ったら、ね、淘汰されたレコードはものすごくあるんですよ ね。私の流れ物コーターだって売れなかったわけじゃないけど CD ではありませんもん。クラウンの歴史の中のどっかには残ってるかもしれませんけれども、もうカラオケもどこ行ったか分かりませんからね。そうか、そういう時代で、ドーナツ版から。だから私の場合はドーナツ版からアルバムを1枚絶対作るから、だからクラウンからデビューしてくれないかという。あ、ね、贅沢すぎるデビューでした、私の場合は。なる気が全くないんですから。ただそのずっとクラブで弾き語りをやっていたもんですからね、それは弾きたがりじゃなく弾き語り弾き語りやってなかったら多分引きこもりになったと思う。これ不思議なものでね、生きるために歌ってたらその歌でたつき、あるいはそれでデビューって、私はそういう志で歌ってたんじゃないから、それをやりながら自分のやりたい芸能を探していたから。つまり飯の種であって、ここでの出世っていうのは望んでないという。だからよくもうこちらへお邪魔した時にもよく言えるような、まあ陰口ですよ、陰口ってやつはね、私もよく叩くけど必ず聞こえる。だから私は聞こえるように陰口言うから、本当のとこは表口なんだけどね。きっちり入ってきたのが、あれは売れない歌手だった、映画でも売れない俳優だったって言われましたよ。でも勘違いしてますね、ですよ。いや、売れなくて幸いだったの。だから俺はラジオを見つけることができた。売れててごらんなさい、意に染まぬレコード歌手になってましたよ、間違いなく。そんな失礼なことはできないもん。だから僕は必ずシングル版の後にアルバム出してください、それで歌やめますから。だからアルバムがちょっと売れたんですね、そのためにまあ3年だ、3年目に来年のカレンダーには乗らないからって言われた時には、すがすがしかったですね。そうでしょうなと、努力してないんだもの。まさにボイストレーニング受け始めた60になってからですからね。それぐらい器用で歌ってたんですよ、ただ、歌が好きで、ね、弾き語りが。だから弾き語りも弾きたがりも引きこもりも全部同じかもしれませんね。暗い11年でした、はい、20歳から31までは。あ、そうですか。一つだけ守っていたことは、だからチャラチャラとしないと。で、銀座の女性にその手を出さないと。また銀座の女性がどういうわけだか、これだけの容姿だしいい性格だしね。みんなすぐ下着に手かけたがるんですよ、自分の。本当ですよ、まあ、話半分以上信用してないわかります。疑いが顔に出すぎますよ。そんなことないですわかります。久しぶりだね、ええ、はいつ頃の曲。これ2年前です。
あ、そんなに新しい、ええ、これは CD で出てるんですよね、うん、これ出します。どこから？でも P1 ですかね。 キングです。 P1 って何ですか？まあ、一応、まあ、個人プライベート版ってやつですね。あ、そうなんですか、P1、あ、そうなんだ。ちょっと久しぶりだねは用意しておいてください。で、先ほどのそのはレコードありませんでした。残念ながらないでしょうね。これね、おそらくね、それでレコードを大量に始末しましたから。あ、こだってここはレコード室といまだに言ってますもん、うん、CD 室と言いませんからね。自分個人的には持ってますけども、プレイヤーがないですね。そうだ、時代ですから。そうです、針がまずないんですよ、ね、昔は針から何から、いやもうそれは私は凝りまくりましたから、ね、ああそうですか、はい、もう青春期のその入ってくる金は全部私にとっては望まぬ収入でしたから、それをどこへ使うかって言ったら、ゆくゆく、あるいは今の自分を満たしてくれるもの、そのどっちか、うん、そのゆくゆくも満たしてくれるものも両方音楽だったんです。あ、そうですか。その芝居だなんだって言ったら苦悩しますから、自分がそこへ出られないこと、うん、音楽は他人でいられたんですよ、聞く側に。だからシナトラとかプレスリーが好きになって、オーディオは凝りました。しかし何にもならない。最後の引っ越しで全部始末しましたからね。でも今ありがたいことに、もう本当にアンプ式のやつがスズラン堂にはあるんですよ。また出てきましたもんね。はい。で、ブームになってきて、ね、ただ問題は針がね、なかなか手に入らなかったり、ね、シェアの針だとか。リサイクル行くとあるんですけどね。うん、ね。じゃあ今はその職業としては、その店を商いながら、あと仮バイトをやってます。バイト？アルバイトやってます。それが歌うってことですか？いや違う方です。あ、違うこと。歌って生活のために。え？生活のために。生活のために。はい。それはもう正しいことですよね。ええ、そうですね。はい。カラオケ業はそんなにしんどいか。でも歌うというのは、やっぱり歌で人の前に立ってご披露するっていうのは自分の最大の夢ですね、うん、まあね、そうでしょうね、うん、久しぶりだに歌ってる時って幸せですか？うん、まあ、一生懸命歌うんですけども、うん、ただ詩に入っちゃうとやっぱ悲しくなっちゃいますね、あの歌はね。そうだね、割合入り込むタイプ。そうですね、男泣きになっちゃいますね、うん、あれはね。今度は ねホールでじっくりそれを脇から後ろから見せてもらいますよ。ね、マチコさんとはどういうきっかけで、どっか歌いに行った時に、ここで知り合って、ちょっと僕の営業に来ていただいたんですよ。あ、営業ね、はい、どっかでお歌いになったんですね、はいはい、この世界ではそういうことを歌手が、ね、つまりテレビラジオを超えた、まあ、実演ってやつです、昔から言う、それを出演側は営業と言います、はい。でその時にいらっしゃって、そうそうそう、うん、ですっかり不安になられて、ええ、もう話したらすごくいい方だし、ええ、気持ちも分かってくるし、うん、あ、すごくいい方だな。気持ち分かってくれるって、その時の気持ちってどういう気持ちなんですか？何かトロしたの？いや、心地いいっていうか、喋ったら僕なお話しても彼女の受け方が心地いいかったので、うんうん、なんかすごくこう心地いい感があっていいな。それからですね、うん、ええ、ご結婚は？いや、前にありましたけど今はないです。一人もの？ええ、です。604とおっしゃいました、ええ、まだそっちの方も盛んでしょ。そう、だ髪だってそれ髪地毛ですよね。ちょっと半分半分です。え、半分半分です。半分半分、ええ、職も。そうですね。あ、そうなんですか、いや、やれるもんなんだな。いやいや、植えちゃうんですね。そうです。痛いとか、そのお金かかるでしょ。ないです。あ、全然ない。嫌な番組と全部言われてます。あんまり大きくないですか？え、あんまり大きな声で言うなって。いいんですけど、別にいいじゃん。そうですね、独立でしょ。もうこれからね、正直な歌詞で言いましょうよ。俺も正直な芸人で言いますから。頭下げられないですもんね、ステージでね。下げられない。五郎さん言ったように深く下げられない。あのね、それはね、深く下げられない理由が違う。私の場合はてっぺんが薄いからですね。下げると今までの話とは違うじゃないかってことになるわけですよ。それなんで下がってくるんですか？落ちてくる。いや違う、僕も同じです。上の方が、あ、上は、ええ、ちょっとてっぺん見せてください。元気がない。いや今は、ね、いや、十分、まあ、その辺は十分ありますよ、はい、うん、あ、そうなんだ、ね。はい、17歳でアマチュアバンドを結成し、この時は毛はあったんですね。もちろんです、うん、もうしっかりいっぱいありました。建築芸をやって、そうそう、肉体労働ですか。そうです。で働きながら、はい、今度は31歳、はい、そこを勝ち抜いて、はい、平正明さんの、はい、それで、まあ、STV 歌謡選手権でっていうタイトルだったんですね。そうですね。その22に残って、でいつかお前とという、これはビクター、これはレコードでデビュー、はい、だから歌手なんですよちゃんと。
レコードでデビューして、で室蘭でカラオケで、室蘭でカラオケで今そうです。で室蘭の周りの人は食もって知らない？いや知ってる人は知ってるんじゃないですか。大きい声では言えないですけど。もうあのカツラじゃなくて食もそうなの。でも現在アルバイトをしながら小野寺正幸64歳。あのね、これ絶対雪祭りはホールへみんな来てくれますよ。ああそうですか。いやそういうもんで、人が分かったもの、うん、ね、人柄はいいし、いろんな職業して大変だから、でも俺は歌いたい、職務だ、文句あるか、これでしょ。いいです。そういうことです。世の中には植えたくてもね、植えられない人がいるんですよね。お客さん、あんただよ。俺最初なんでここのスタジオにブルース・リーが来たのかなと思って。今日初めてですもんね、いらっしゃ、あ、5回目で言ってた、そうだそうだ、あ、5回目でどんどん抜けてった、そうじゃなくて、職もする気はないんですね。ないんですよ。職業柄ですか。そうです ね抜けてもハゲてもいいから勝負しない。まあそれはね、ね、あんまり気にはしないですけど、ね、うん、気にしてるじゃない、職もする今はね。気にしないやつが職もしませんよ今。まあそんなわけじゃないきついな。いいじゃん、聞こ聞こ。誰かが歌ってた歌じゃないんですか。これは、清水美智子さん。そうだ、やっぱりそうですよね。ビーチシンガーズ、そうだ、40年、ね、あれグループの時歌ってたんですか。そうです。あ、そうなんだ。いや、スマイルヒットぐらいだったんですけどね、うん、いい曲だ、聴きましょう。久しぶりだね、久しぶりだね、こんなところで君にばったり会うなんて、変わってないね、いや前より少し綺麗になったようだ。僕なら聞きますが、小野寺さん、はい、これからも歌手芸人として私と付き合いますか。お願いします。俺この通りですよ、はいはい、遠慮も何もありません、はい、でも敬意は絶対にやってる人には持ってます、はいはい、だけど番組としては聞いていただく方納得していただくように聞きますし。わかりました。私は職務であろうが何でも構わないです。ズル向けであろうが何でも構わないです。ハゲであろうが何でも構わないです髪のご不自由な方でもない。言い過ぎだろ。止まんないなと思ってました。なんで止まんないな。雪祭り期待してください。小野寺正幸さん、お願いします。いい出会いだよ。